できない許可なんです。で、身近なことで言いますと、ベッドとかソファーにはスプリングが入ってるかと思うんですが、そういうものを分別しないでそのまま処分するってことはできない。だけれども私どもが分別をする、具体的に言いますと布の部分を取るのと、あと鉄の部分、スプリングの部分を分けるのがちょっと違反になっちゃうんです。で、そういう許可しか私どもない。大体の業者はその許可しかないんです、ほとんどの業者。それなのでやはり分解、分別もできる、分解もできる、そのような許可をこの地において、もらいたいなと、申請をして許可をもらいたい。そうすれば分別もできるし、分解もできるし、ゴミの減量化にも役立つ。そのような意味からこの工場を取得して、許可を得ていこうと。この工場を使って前と同じようなことをするっていうことは全く考えていません。やはり前の許可は相当皆さんに悪い影響っていうか、いろんな臭いの問題とか火災の問題とか、そういう問題を発生して、迷惑をかけたと、そういう施設でありますので、私どもはそれを使ってそのままやるというような形はまるっきり考えておりませんで、先ほど申しました分別をする、分解をする、人に迷惑をかけない、そういうふうな施設をやっていこうというような形で考えております。そのような意味でのこの工場の取得ですけれども、いろいろ問題があるというふうに伺っておりまして、その一助となる見学会であればと思っておりますので、もし私が分かることでしたらお答えもできますので、どうぞよく見て、やはり問題点があるんでしょうかね。施設としての生ごみを有効利用するという難しさ、問題点もあるかと思いますので、その辺も含めて、見ていただければありがたいと思います。三幸産業と申します。一つよろしくお願いいたします。